オキサゾラムは、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬の一種、長時間作用型。心身症や、神経症から来る、不安、緊張、抑うつ、睡眠障害及び、麻酔前投薬に適応がある。日本での商品名は、セレナールなど、連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。 厚精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている、麻薬及び厚精神薬取締法の第三種向き精神薬である。脳にある神経受容体に結合することにより、神経を活性化させる、倦怠感、頭痛、集中力低下、ふらつき、脱力感など、 日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が、追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。医薬品医療機器総合機構からは、 必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ありがとうございます。